親は信頼してですね、手放すということをする必要があります。社会に出たからどこで働いているのか、どこに住んでいるのか教えてくれない、帰っても来ない、娘が何を考えているのか全くわかりません。もうお嬢さんが社会に出てからもう連絡が取れないみたいなことなんだね。昔はあんな子じゃなかったのに、どうしたら昔のいい子だったあの子に戻りますかと。ですね、お気持ちはウクレレさん察しますけれども、お嬢様がこういう態度であるということのメッセージはですね、なぜか今お母さんあなたとは会いたくないのよっていうことなんですよね。で、これね、親関係でも男女関係でもそうなんですけれども、多分昔はあんな子じゃなかったのにっていうのはですね、多分小学生ぐらいまではですね、子供っていうのはママのことはとても大好き、でですね、まあ可愛いわけなんですけれども、思春期になるとですね、まあ親離れをしなければいけなくなるのですね。で、その時にですね、まあ近くに来れば来るほど親を拒絶します。で、多分あなたはその時に、まあ思春期以降ですね、それまではいっぱい愛してあげるっていうのは答えなんですけど、思春期以降ですね、親は信頼してですね、手放すということをする必要があります。で、今も多分そうだと思うんですよね。多分お嬢さんはもう子供ではないので、子供のような愛し方であなたとの関係を作るということはないです。だからですね、大人同士の関係にならなきゃいけないわけなんですよね。で、今あなたのお嬢さんとあなたの関係っていうのは、お嬢さんっていうのを使ってですね、まあ私のコントロール下に入らないわ。で、男女関係でもそうなんですけれども、こんなに私は愛してるのだからというよりもですね、私は愛してるんだけれども、私の愛し方が相手に何を感じさせているのか、それが良いのか悪いのかによってですね、まあ相手との距離が出たり離れたりします。これはもう男女関係でもですね、親関係でも一緒なんですよね。だから本当に手放して、信頼して彼女の幸せを祈ってあげると、時期が来たらまた帰ってきます。まあ彼女がですね、まあ大人同士としてね、お母さんと付き合うということをあなたもしなければいけませんね。そうじゃないとですね、まあ子供扱いすればするほど子供はあなたを拒絶する羽目になります。続きまして、シュークリーム嵐さんですね。タルさんこんばんは。私は3人の子供を持つごく普通の主婦です。しかし1年前からお付き合いしている男性がいます。彼も私もお互い子供が手を離れたら一緒になって生涯を共に生きようと話しています。私はこの関係になってしまった以上、早かれ遅かれ環境や事情はあるにせよ、結果は同じと思い、子供のが手の離れる離れないではなく一緒になった方が良いのではと考えています。彼は嫁のことは好きではなく、ということは彼は結婚されてるのね。お互いにエゴで結婚してしまったと気づいたみたいです。でも気づいたからといって子供を残し、はい好きなところへに行きますはできないみたいですと。私はその彼が大好きですが、どうしても信用できずにいます。お互いが離婚をして初めてきちんとした恋愛スタートするのかなとも思っていて、今はどうしたら良いのか悩んでいます。彼を信じ、子供が成長するまでこの関係を続けていけば良いのか、それともか、私はそんなに長い時間待てる自信はないし、信用できる自信もないし、さよならと言った方が良いのか悩んでいます。この状況を客観的視点で現実的にご教授ください。わかりました。では現実的に言いましょうね。まずですね、まあ将来的に子供の手が離れたらっていうのは未来の話を今してるんですけれども、未来に一緒になりましょうねっていうことはですね、今は一緒にならないよ宣言というのと一緒なんですよ。
だからですね、将来はねって言うんだけど、それは逆算すれば今はその気がないということでですね、まあここでですね、彼は嫁のことは好きではないみたいで、お互いエゴで結婚してしまったと気づいて反省してる。そうすると当然ですね、今の関係もエゴでこうなってるんじゃないかって絶対チェックしますよね。ましては不倫ですから、多分もっともっとチェックすることになると思います。で、あなたはですね、もう今すぐ彼と一緒になりたいようなので、で、そのためにはですね、遅かれ早かれなった方がいいんじゃないのっていうのは、これは客観的なことじゃなくて、あなたの望みだと思いますね。すぐ彼と一緒になりたいということ。でも、さっきも言いましたように、彼は今その気はない未来系になっていますよね。で、もう一つはですね、まあ、あなたが信用できないというふうに、まあ、言ってるということは、信用というよりも、それを考えたときにあなたが彼を愛せなくなるということなんだと思います。でですね、ここで書いてありますけれど、私はそんな長い時間待てる自信はないし、信用できる自信もないですと。ということは、まあ、あなたの気持ちで、これは明確なんでしょうね。で、まとめると、彼は、ちょっと今はその気はない。あなたは早く結婚したいし、長い時間も待てないということであればですね、多分、彼は無理でしょう。多分、なんでなんでっていう風になってきたり、嫉妬も強化されるでしょうし、多分、どんどんしんどくなってきますね。だから多分、今、この状態であなたが多分燃え上がってしまっちゃったのだと思いますけれども、ねえ、うまくはいかないですね。長い時間待てる自信はないしということであれば、なら今しかないと言ってて、まあ、あなた多分今したいんでしょうけど、ちょっと彼とは一致してないので、客観的に見ると、ちょっとすぐ結婚したいのであればパートナーではないでしょうね。で、彼しかないと思われるんであれば先に考えられてもいいと思いますけれども、ただ彼を優先しないとですね、あなたのペースで巻き込むとうまくはいかないと思いますね。だから本当にあなたが待てるかどうか、そこだけで決めていただければいいんじゃないかなと思います。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー、毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞くまるっていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのは、カウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス23,100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは 179,300円。
もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。